これらの2つの俳句は、松尾芭蕉という俳句をよく読んだ人の本、奥の細道に入っている俳句です。松尾芭蕉は弟子と旅をしながら俳句を読みました。この俳句は、この1つ目が松尾芭蕉、2つ目は弟子の空という人が読んだものです。夏草やつわものどもが夢の後。それと、うの花に、金ふさ見ゆる白が花。はい、この2つです。 これらの俳句の内容は奥の細道の奥州藤原市夏草屋の動画で見ていくからここでは詳しく考えませんが今回考えるのは俳句の中にある特徴的な単語についてですそれがやとかなですはい俳句の中にあるこうした単語のことを切れ字と言います切れ字です切れ字というのは 俳句の中にある「や」「かな」「ぞ」「けり」といった特徴的な単語のことですで俳句のリズムの調子を整えるここで一旦息をつくという役割を持っていますはいこれらの単語は俳句の中で一旦休憩を入れるような合図の役割を持っているっていうことね「夏草や」というとここの「や」の部分で一旦息をつくそして次の俳句で言いたい部分につなげていく この2番目の「うの花に」の俳句では、うの花に、兼房による白髪かな、かなといった後で、しんみりと、俳句に込められた思いを考える間が生まれています。では、他にも俳句を読みたいと思います。さっきは松尾芭蕉の時代、つまり江戸時代の俳句を見たけど、次は江戸時代の次、明治時代の俳句です。一つ目は、正岡子規この人ですね。この人の俳句。 行くたびも、雪の深さを尋ねけり。はい、この俳句の中に切れ字が使われています。さあ、みんなどこかわかるかな。行くたびも、雪の深さを尋ねけり。はい、このけりの団子、これが切れ字です。切れ字は、この最後にね、使われているけど。ここで使われると、この俳句を読み切った後に、余韻が生まれます。 余韻というのは全て終わった後のジーンとね感じるような感覚のことです。でこの俳句の意味を確認しておくとこういう感じですね。何度も雪がどれくらい積もったかその深さを尋ねるよという感じです。切れ字の蹴りがどんな役割をしていくかっていうのを考えていこうか。はいまずはこの俳句が読まれたその状況を確認しておきます。 正岡子規という人は、夏目漱石の友達でね、野球が好きだったっていうような人なんですが、病気をしてしまって34歳という若さで亡くなってしまいます。この俳句は正岡子規が病気で布団で寝ている時に読んだ俳句なんです。この俳句の中に、雪っていう単語がありますね。これは季語なので季節がわかります。はい、雪は 何の季節を表すかといったら冬だよね冬ですね自分は具合が悪くて寝ていて起きることができないから外の雪の様子を家の人に聞くしかないもしくは自分で想像するしかないんだよねでそのむなしさ力のなさがリーといった後からは伝わってきそうですもしくは想像している時のむしろ楽しさっていうのがあるかもしれません次に見るのは 高浜巨子の俳句です。この人は正岡式のお弟子さんです。流れゆく大根の葉の速さかな。はい。じゃあまず切れ字をね、探してみましょう。ここにかながありますね。はい。速さかなの、このかなが切れ字。それからこの俳句の中にも季語があるんだけど、みんなわかるかなこの中に出てくる植物ですね。 はい、植物というか野菜だけどそれは大根です。大根は春の,七草の1つでもあすす。冬のでで、ね、ちょっと書いこれをちょっと覚えておきましょう。でこの俳句にはえとまず「流れよく」ってあるけれどもまあ言葉はないけど流れよくっていうと水が想像できるかな これ、川の流れということだね。で、すると、そこを大根の葉っぱが流れていくわけだ。で、それが、早っていうね、この驚きをこの俳句では歌います。速さっていうのが、こうどうのこうの、早いとか遅いとか、そういう説明はしないけど、速さかな、かなっていうと、早いことに驚いているんだな、というふうにね、伝わってきそうです。はい、というわけで、切れ字の 役割についてて考えてきました。俳句を読む時にはこの切れ字に注目してここで一旦息をついて意味を考えてみると俳句がもっと楽しめるよ。